櫻内文樹君、はいえー、みんなの党、えー、の桜内文樹です。えー、質問通告とちょっと順番違うんですが、あまり時間がないので、えー、予算案そのものについて、まずお尋ねいたします。日、えー、あの,今日あの参考資料としてもお出しいただいてますけれども、えー、この東日本大震災復興特別会計の、えーま、来年度の、えーま、予算ですけれども、えーま 私、もともと大蔵省におったわけですけれども、まあ、その同期のものとも、ね、この予算書等について話しておりまして、えどうもこれ、復興に限らずです、ね、直接関係ないと思われる一般的、あるいは、えー、形状的なです、ね、経費が大変多く含まれて、えー、いるということで、まあ、悪い言い方 まあしますと、ちょっとけなした言い方になって申し訳ないんですが第一一般会計と第二一般会計とでこちらは第二一般会計のようなそういう印象を持たざるを得ません、えー、というのはあのーまあ、肝心の復興庁です、ねえー、の予算が二兆、えー、少しありまして、まあ、それはそれでもちろんあの復興、この大震災の,この復興特別会計のですね、えーまあ、重要な、あのーまあ、中心的なものだと思うんですけれども、それ以外のものが、まあ、3兆円余りありまして。でえー まあ、ざっと見ていただければお分かりのとおりです、ねえーあの、各役所の、まあ、共通費、えー、というものが、それぞれの役所にあの組織別にです、ねえー、割り振られて、えー、おります、えー、やはり違和感を覚えますのは、例えばあのもちろん離党振興費、私、あのえー、離党振興法のです、ね、窓口もやってますまあ予算付けていただくのは大変良いことだと思うんですけれども、 えー、小笠原諸島に対する、えー、離島の振興費であるとかですね、えー、あるいは、えー、沖縄、えー、ちょっと目指すところを言いますと沖縄教育振興事業費、まあ、つけていただくのはいいんですけれども、まあそもそもこれ復興特あ、復興特別会計でですね扱うようなものなのか、えーまあ、そこのところ、えーまあ、ある種、今回の予算編成ですねバブルとも <laughs> 霞が関では噂されているようですけれども、えー 何でもかんでもなんかぶち込んでいるような、そういったあの印象を受けるんですけれども、えー、それについて、えー、政府の側ではどのようにお考えになっているのか、えーまあ、復興担当大臣と、それから財務省の、えー、政務官にお尋ねしたいと思います。どちらは平野大大臣、臣。復興大臣あのー 今回の特別会計ではです、ねあのーまあ、各所共通経費というもの以外に、えー、例えばの全国防災事業といったものも入っておりますしそれからあとお復興増員にかかる人件費や児童手当などの計上的な経費についても まあこれはあの委員ご案内のようにえ道路会計特、例えば道路会計特別会計の場合には、特別会計職員という形で、人件費そ、所定当てがその特別会計の中で経理するという流れの中で入っているということでありまして、あの基本的にあのこの復興にえ直接というか、間接に関係のある経費だけを一応計上しているというふうに理解をしております。三谷財務大臣政務官。 お答えいたします。え復興特会における、経理される復興事業につきましては、あ今あ、平野復興担当大臣が、からあ説明があったとおりでございます。また、あの、今、あお話がありました、あ沖縄のお,お話は、あこれ、あの、学校耐震化のお話でございますので、えー この基本法2条の規定の中に入る話ですので、問題はないと考えます。いずれにしましても、東日本大震災からの復興にかかる国の資金の流れの透明化を図るために、この特別会計において、復興事業に関する経理を明確に、この目的のとおり、明確に行ってまいりたいと考えています。佐藤君。 えー、あの違法だとか問題という指摘ではなくてですねあの大変違和感のある予算書予算案ではないかという指摘でございます、あのーまあ、もちろん耐震化にですね沖縄で、まあ、もちろん地震なり津波なり起こる可能性も,もちろんありますのであのやっていただいて結構なんですけれども、あのーまあ、悪い言い方をしますとね、えー、一般会計で、えー まあ、昨年度よりも見た目、えー、歳入歳出金額を少なめに見せる、あるいは、えー、一般会計の新発債四十四兆円という枠を守るためにです、ねえー、無理やり、えー、こういうふうに復興特別会計のほ、えー、まに、あ、予算の通常の一般的なものをです、ね、寄せていったんではないのかと、まあ、疑われかねないような予算規模、かつ内容となっているという指摘でございます。あの いろいろ工夫もされているとは思うんですけれども、えー、まあ復興の名のもとにです、ねえー、まあそれ以外のものをまあ何,何でもかんでも打ち込んじゃったというような非常に違和感のある、えー、予算になってしまったんじゃないかというふうふに考えますで一方で、あのまあ、そういうふうにです、ね、あの小笠原なり、えー、まあ沖縄に予算を、まあ、つけるというのはちょっと違和感あるなというのもあるんですが一方で本当に必要なところにきちんと予算がついているのか特にですね あの福島第一原発について、えーそのえー、今、核燃料がどういう状態にあるのか調べるですとかあるいはその、まあ、以前もこの委員会で指摘いたしましたけれども例えば防潮堤をきちんと作るですとか、えー、なんか崩れかかっているという指摘もある4号機なりですね、えー、そういったあの、えー、ものを補強していくですとか、まあ、そういったものに対してあの直接的なです、ね、歳出 えー、というものが、えー、国としてですね責任を持って僕はやるべきじゃないかと思うんですけれども、えー、残念ながらこの復興特別会見の予算書を見ましても、えー、直接的なものが見当たりません、えーまあ、あるのかもしれないんですが、その辺、あのーえーあのー、まあ平野復興担当大臣と北上経産大臣政務官にお尋ねいたします。平野大臣 まず東電のいわゆるプラントサイトのことについてはご案内のとおり、工程表を作っておりますので、工程表に基づいた人業実施がなされるというふうに私は理解しております、で一方、復興特別会計でございますけれども、核燃料対応のための平成24年度予算として、発電用原子炉等事故対応関連技術,関連技術基盤整備委託費と。 を復興予算とししてて計上しておりますでこれはあ復興特別会計の予算上、経済産業およびエネルギー安定供給確保等復興政策費のうちの電力基盤行動化等対策委託費ということで15億円でございます、これはあの執行は経産省がやります、で基本的にはこれはあの、えー、これからさまざまな、例えばデブリを取り出すときの技術開発とかですね、そういったものをやっていかなければなりませんけれども、そういったことの、 予算であるというふうに理解をしております北上経済産業大臣政務官。えとまあ、今、大臣からもお答え,答えがありましたが、えー、おっしゃるとおり、その福島の第一原発の、えー、廃炉解体、これ、極めて重要な仕事であると認識しております、で中長期ロードマップというのが策定されておりまして、で今あのお、もうご案内のとおりです、ねえー、放射線量が非常に高いし、 非常に不安定な、えー、今その中が調べるという意味ではあのなかなか不確定な、えー、状況で、えー、ございます、したがってです、ねえー、その燃料のデブリが今どういう状態にあるかとかそういった中身の、えー、検証、実態をまず把握しないといけないと、でそういった意味であの委員おっしゃるとおりです、ね、そういったところにも予算をしっかり当てないといけないということで今あの、平野大臣からも話があった 予算も、これはの解析コードを作って、ですね実態、まあいろんな現象からですね、えー、まあ解析をして、炉、えー、内がどういう状況になっているのかということを調べるという委託費を平成24年度で15億円、第三次補正予算、その前でもすでに9.8億円措置しております、でさらにですねあの発電用原子炉等、事故対応関連技術開発費、 補助金というものを <laughs> 措置しておりまして、えー、これはですね、あの要するに、えー、非常に線量が高い中で、えー、カメラをお路内にこう入れるとかですね、そういったことの,、えー、のためのですね、まあ、開発、えー、さらには除染方法とかですね、そういったものに充てることになっております。以上です。坂内文行君、はいえー。ご答弁ありがとうございます。えー あの私が指摘したいのはですねあのもちろんこういうの,をあの15億円、まあ、すごい大事な予算だと思うんですけれどもあのもっともっと国がですね主体的に、えー、率先して、えーまあ、事態に当たるべきではないのかという問題意識から、えー、こういった質問をさせていただいております。えー、というのはあのー、もう皆さんもうご承知のとおり福島第一原発の事故というのはもう大変なもうこれ国際的なにもまれなです、ね、大事故でありまして まあ、昨年からずっとこれも指摘しておるんですけれども、この予算書を見ればお分かりのとおりです、ね、財政法23条というのがありまして予算というのはその行政組織別にしかつけれないんですね今のこの予算書の体系上。であのーまあ、今日はおいでいただいておりませんけれども、 まあ、あの、原発事故収束担当大臣でいらっしゃる、まあ、細野、まあ、担当大臣ですね。まあ、環境大臣はされておりますけれども、原発事故収束という意味で言えば、まあ、いわゆる無人所大臣ですので、行政組織はぶら下がってないわけですね。えー、そういう意味で、あのーえー、私自身はですね、やはりその辺の、えー、まあ、予算の作り方、えー、という意味で、特にプラントの、えー、事故の収束に当てた予算を直接的に、えー、国が、 つけれるような体制をですね、いち早く作っていく必要があるのではないかというふうに思います。あのまあそういう意味で言えばおそらく主体的になるのは今の行政組織のあり方で言えば、あの北上さんがさっ先いらっしゃるあおっしゃっていましたように、まあ経済産業省ということになるかと思うんですけれども、あのまあもちろんこれですね、まあ東京電力が えーまあ、先ほど大臣も、えー、ご指摘いただいたような工程表に従ってやるというのはいいんですけれども、えーまあ、一民間企業にすぎない、えー、また、あのー、賠償債務等を考えると、もう実質的な破綻していると、えーまあ、失礼な言い方ですけれども、まあ、そういった、えー、一企業にです、ねえー、これだけの事故の収束を、まああのー ま、任せてしまうような体制自体はですね、これも早急に改めていただく必要があるんじゃないかなと思います。まあ、せっかく復興庁も、えぇ、ー、まあ、できるわけですし、また、あの、えー、いろいろ議論ありますけれども、まあ、原子力安全庁になるのか、まあ、どういった形になるかわかりませんけれども、まあ、そういった行政組織というものを、まあ、なるべく早くですね、えー、作っていただいて、え予算も含めて、まさに、あの、国家としての総力を挙げてですね、国際的な知見も、えー、集めながら、 えー、特にこの福島第一原発のサイト内の、えー、あり方、えー、もちろん事故の収束その廃炉ですとか解体ですとか、まあ、その前にまず、えー、状況を安定化させるためにです、ねえー、きちんと、えー、核燃料の状態が今どうなっているのか、えー、昨日の報道でも、えー、2号機で,です、ね、水がわずか6 0ンチしかないとどこに核燃料がいたのかはよくわからんともしかすると。 核の、えー、容器からですね、えー、もうその下まで落ちているのかもしれませんし、まあ、これは何とも言い難いわけですけれども、あのー、やはり国が政府として、ですね国として政府として、えー、しっかりとした対応を今後、ですねあのこの予算を、まあまあ、一つの出発点として私は評価するものですけれども、えー、もっともっと、えー、しっかりした対応をすべきではないかということを指摘させていただきます。えー で最後にちょっともう時間がないんですけれども、1つだけ、えーあのー、原子力災害対策本部等の議事概要について、えー、ご質問、質問させていただきます、これも北上、えー、経産大臣政務官になろうかと思いますけれども、えー、私、あのー、2月にです、ねえーま、公文書管理法との関係について尋ねる質問収書を内閣に提出いたしました、えーまあ、その、まあ、答弁書によりますとね、えー まあ、公文書管理法においては行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程及び実績が把握できる文書の作成が求められているものの、えー、ここからなんですけれども、えー、議事概要等の作成が一律に求められているものではなく、また事後に作成することも許容されており、まあ、こんなことを言い出したらですね、あのーまあ、何でもありというか <laughs>、公文書管理法の意味そのものが問われかねないような状態になると思います。えー、実際ですね、あのー 非常に重要な時期でありました昨年の3月12日の夜の第4回のです、ね、原子力災害対策本部の議事概要を見ますと、えー、まあその日、昼間にです、ね、1号機が水素爆発を起こしておりますで大変あの緊迫した状況の中で行われた、えー、この議事概要なんですけれども,、えー、もう本当に概要でしかありませんで総理がです、ね、チェルノブイリ型はあり得るのかスリーマイルのようなメルトダウンがあり得るのかと。 発言でであるんですねその下に、えー、枝野官房長官から閉会を宣言と、どういった議論が行われたのか、そういう緊迫した内容のでありながら、全然明らかになってないんですよ、でそれを、えー、この公文書管理法の関係で,です、ね、えーまあ、違反するものではないというふうに強弁するのは、いかがなものかと思うんですけれども、えー、北上大臣政務官、どのようにお考えでしょうか。北川政務官あ北上政政務務官官 委員ご指摘の点についてはです、ね、まあ、あのもうご案内のとおり、まあ、非常に緊迫した混乱をしている中で、まあ、それぞれ多忙を極めている中で,です、ね、それでもあのこの重要な、えー、事故に対する対応の、まあ、意思決定等についてです、ねえー、文書を残す認識が足りなかったということは、われわれも、えー、真摯にあの受け止めてです、ね、反省をしているところでございます。 公文書管理法につきましては、まあ、このご案内のとおり、あの解釈権は、ですね、法令解釈権は内閣府に、えー、あるわけでございますが、まあ、そこともお話をした中で、さっき、周囲書にもありましたが、まあ、一律に求めるものではなく、事後、まあ、的に作成することも、えー、許容すると、えー、それで、まあ、だから、しがってですね、一、一、 まあ、あの一時点でえ作ってないからといって、えー、必ずしもその法令違反にならないというのがわれわれの、えー、立場でございますが、それでもです、ね、あのおっしゃる問題意識は十分我々われわれも分かっておりますので、今、あの岡田副総理のもとで,です、ね、この原因分析等をして、えー、こういうことは二度と行わないようにです、ねあの、今、検証しているところでございます。はい